勝負の世界はどんな世界でも厳しいけれど、プロ野球界も例外ではなく、毎年厳しい現実に直面する選手が多く存在します。わずか2年前巨人に FA 移籍し、笑顔で入団会見に臨んでいた伊能昌一選手が今オフに戦力外通告を受けました。伊能選手は10月7日に自身のツイッターで、本日球団事務所に行き、自由契約という形で話し合いをしてきました。巨人に来てからの2年間で満足の育成績を出すことができず、球団やファンの皆さんには申し訳ない気持ちでいっぱいです。これからのことはもう少し後で考えてやっていきます、と綴りました。巨人から戦力外通告を受けた伊能選手は今後一体何に挑戦していくのでしょうか。横浜時代の伊能昌一。伊能選手は木更津総合高校を卒業後、上武大学に進学しました。その後、社会人野球の NTT 東日本を経て、2013年のドラフト3位で横浜 DeNA ベイスターズに入団しました。プロ入り1年目から1軍で先発を託されます。2年目は先発で25試合に登板して11勝9敗と活躍し、 DeNA の先発陣を牽引しました。その後、2018年は中継ぎ投手として配置転換されましたが、在籍した2020年までの他のシーズンは先発として活躍し続けます。2020年のシーズン終了後に FA 権を行使し、伊能選手は DeNA から移籍することとなりました。ファンへのお別れの挨拶の時に伊能選手は、球団には26歳という年齢でドラフト会議にて指名していただきました。そしてプロ入り1年目から1軍のマウンドで投げさせていただいたことに感謝しています。今まで携わっていただいた監督、コーチ、チームメイトのおかげで FA の権利を取得できたと思っています。ファンの皆様からは、試合で不甲斐ない投球をしても次の登板は頼むよと温かい言葉をかけてもらい、とても励みになりました。思い出は、チームとして初めてクライマックスシリーズへ進出した際、初戦を任された東京ドームでのファンの皆様の歓声は忘れることはできません。本当に濃い8年間でした。ありがとうございました、と感謝の言葉を話していました。巨人移籍後の伊能昌一。 FA 権を行使した伊能選手は読売ジャイアンツに移籍することになりました。このシーズンオフには同じく DeNA から梶谷隆之選手も巨人への FA 移籍を決断します。伊能選手は入団会見にて、正直ヤクルト球団と悩みました。原監督から直接、来季の戦力になってくれという一言が大きな決め手となりました、と巨人入団の動機を明かしました。伊能選手は巨人の先発ローテーションの一角を担うことを期待されて FA 移籍しました。しかし開幕5戦目に移籍後初先発するも、立ち上がりから精彩を欠きました。結果、1回3分の0を5安打4失点と、巨人でのデビュー戦は勝ち星を挙げることができませんでした。さらには2軍降格となり、移籍した年のシーズン成績はわずか5試合の登板となり、勝利すら挙げられず、2022年シーズンを背水の陣で挑む覚悟を求められました。ちなみに、伊能選手が巨人へ FA 移籍を決断した際に、某スポーツ紙記者は、
能力は申し分ないですが、投げてみないとわからない投手です。完投したかと思えば、次の登板で大量失点を喫するので、首脳陣は計算が立ちにくい。先発陣が豊富とは言えない DeNA で、一軍に定着できなかったのだから、巨人に移籍しても厳しいかなと思いました。と評価しておりました。原辰徳から見る伊能昌一。巨人移籍2年目の2022年6月22日、東京ドームで行われた横浜 DeNA ベイスターズとの一戦でのことです。先発のメルセデス選手がピリッとせず、1点リードの5回ノーアウト1塁から2番手として、伊能選手に登板機会が訪れました。しかし、ワンアウト取るどころか、一球もストライクを奪えず、4連続ボールで四球を与えます。そして、伊能選手は4球限りでの降板となりました。ちなみに伊能選手の前回登板は、同11日の楽天戦です。この時は、打者5人に対して3安打1四球でワンアウトしか奪えませんでした。つまり原監督にとって我慢の限界となったのでしょう。結局伊能選手が与えた四球でノーアウト1、2塁とピンチが広がりましたが、高木恭介選手が同点とされたものの、後続はしっかりと立ちました。原監督は試合後、高木恭介がよく1点でしのいだ、2点ぐらいは覚悟しながら送り出したんですけど、肝の据わり方という点では非常に良かったと語るのみで、伊能選手には一切言及しませんでした。おそらくコメントするに値しないというメッセージでしょう。球団スタッフの口からは、右打者でも勝負させてもらえないとなると、もういいところで使われることはないんじゃないか、監督からすればアクシデントから10日くらい空いて、よし行ってこいと送り出したはず。その結果がストライクを取れずに四球では話にならないと判断したのでしょうと、原監督の気持ちを代弁するようでした。この日の解説として、試合を見守っていた中日でプレイングマネージャーを務めた谷繁元信氏は、今の4球投げた姿を見て、これはもう無理だと判断したんだと思います。これはもう、伊能の野球人生が終わりに近づくような、僕はそういう4球だったと思いますよ。コメント的には厳しくなりますけど、この状態だと、一軍で投げるのは厳しいですよね。際どいところが全くゼロですから。ワイルドピッチも逆玉ですよ。右打者の海老名達男選手が立ってて、捕手の小林誠司選手はインサイドを要求しているんですよ。それも左バッターのバッターボックスの真ん中よりちょっと外側ですよ。まずはありえないところですよね。自分が感じてやるしかないですよ。と、呆れた様子でした。複数球団でコーチ経験のある高城信弘氏は、気迫が全く伝わってこなかった。投球内容だけでなく、その姿からも、降板に対して納得していないようにも見えましたが、変えられて当然ですよ。メルセデスの出来を考えれば、早めにブルペンで用意していただろうから、準備不足とは思えない。チーム状況もそうだが、自分自身の置かれた立場を理解しているのだろうか。崖っぷちに立たされている状態なのに、昨年と何も変わっていない。内容も姿勢もゼロ。もっと野球を勉強しないといけないと思う。このままなら働き場所は完全になくなってしまう。と示唆しました。野
球に精通しているライターは、原監督は四球などで自らの首を絞めるような投球をした投手には容赦なく苦言を呈する監督として知られていますが、22日試合後の報道では井上への苦言や今後の処遇について語ったとは特に伝えられず、ただ一夜明けた23日井上が二軍降格となったことが報じられています。特に言及がないまま二軍行きとなったことから、ファンの間では原監督は語る気力も湧かないほど異能に失望しており、今後はもう一軍では使わずシーズン終了とともに戦力外とする展開もあるのではと原監督の見方を推測していました。トライアウトに挑戦、そんな井上選手ですが、実は戦力外通告をされた後にトライアウトに挑戦しています。井上選手は当初トライアウトを受ける予定はなかったそうです。しかし自らを客観視して本意しました。今季2022年の6月の DeNA 戦ではワンアウトも取れずに降板した試合もあったが、8月のヤクルト戦では2試合連続無失点、そして巨人移籍後の初勝利、4年ぶりのホールドも挙げました。1年間ずっといい状態で怪我もなくできた、打たれて成績が悪かったら引退も考えたかもしれないけど、井上選手はシーズン防御率 1.80 で幕を引くわけにはいきませんでした。プロ野球の12球団合同トライアウトは11月8日、楽天生命パーク宮城で行われました。49人、投手26人、野手23人が実力をアピールし、井上選手は打者3人に対する実戦形式で最速147キロをマークするなど、力のある直球を披露しました。有料観客3141人が見守る前で現役続行への執念を見せました。先頭の阿部選手にスライダーをセンター前ヒットされましたが、井上選手は動じませんでした。プロ10年通算51勝の経験は伊達じゃなく、真砂選手をカウント1ストライク2ボールからスライダーでショートゴロに仕留めると、黒瀬選手の初球、この日最速の147キロ直球をマークし、ショートゴロ併殺打に仕留めました。ベイスターズの時ぐらいまでキレを取り戻した宝刀フォークを見せる機会はありませんでしたが、守備の時間は短い方がいいとわずか7球で仕留めました。持てる力を発揮した降板後はさっぱりした表情で、自分本来の球数少なくテンポよくゴロアウトでワンイニングをしっかり投げ切れた、よかったと思いますとコメントしていました。 DeNA 時代は先発として2桁勝利を挙げて FA 権を獲得し、巨人に移籍した井上選手でしたが、巨人移籍後は思うような結果を残せませんでした。FA で移籍する選手は期待が大きい分、結果を出せないと叩かれます。注目度が高い巨人ならなおさらのことです。井上投手は好不調の波が激しい投手なので、早急に結果を求める球団では力を発揮しづらかったのかもしれません。 FA 移籍の時にヤクルトに入団していれば、もう少し我慢して使ってもらえていたでしょう。活躍したかはともかく、違った結果になっていた可能性はあります。巨人で力を発揮できませんでしたが、宇宙人と称された独特の感性でファンから根強い人気を誇り、若手選手たちにも慕われていました。11月の12球団合同トライアウトでは
最速147キロをマークし、現役続行への意欲を示していたが、伊能選手は現役引退を決断しました。今後はジャイアンツアカデミーで指導者の道に進むそうです。指導者としての第二の野球人生、今までの経験を生かし、未来のプロ野球選手の育成に期待したいですね。